目的地に到着しました。見つけた。弱ってるわよ、今がチャンス。まだまだいけるぜ。すごいのです。これで終わり。
恩に着る。弱ってるわよ、今がチャンス。サポートする。到着だ。やれ。調子いいみたいね。行くぞ。すごいすごい。わーい。やって投げるわ。グレネード。グレネード行くわ。すごいすごい。
なかでしょ。ナファス、オンに切る。そこに半分です。シドーン、やられたか。ナファス、やられたか。入った。切る、回復するぜ。助かるわ。頑張るわ。頑張れよアバス。おう、やっ、回復の回復だ。応援しろ。そうなので、レンジャーカバーするから。これでどう。無理はしない。オンに切る、回復するぜ。いいところ見せないとね。お任せあれなのです。どうでしょう。お疲れ様。
そう。空気が変わったわね。行こうぜ。ジャボックスだよ。やりました。これでパーツが全部揃った。マスターがいっぱい頑張ったおかげですね。ありがとうございます。おめでとう、レイちゃん。最後のパーツはどんな機能なのかな。はい、早速はめてみますね。マスター、私は賢くなりました。見てわかりませんか？ほら、輝く知性がほとばしっているでしょ。まあ、残念ながら知性は可視化されてないようだからわからないけど、また新しい機能がついたってことかな。言語能力が格段に進歩しました。
これで難しい言い回しや大人のセリフに対応できます、多分。それとエモーションカスタマイズ機能が追加されました。今までよりさらにマスター好みの私になれます。日常生活のいろんな場面でマスターの好みに対応しますよ。ぜひみんなに自慢してください。そいつはすごいな。タイプ X だけのオリジナル機能か。資金管理や戦闘のサポートもできるし、アガシスって本当に優秀なのね。レイちゃんの機能をうまく使えばかなり有利よ。いろいろと試してみようよ。ご利用お待ちしております。Please like and subscribe to the channel. I'll see you guys later.